ントレスのプロデューサーの山内勝則です。今回僕がドイツに来たその理由は、最新の GTR、トラックエディションであったり、あるいは GTR ニスモであったり、僕乗ったことなかったんで、いい機会だから、今回日産自動車にお願いして、この2台に乗せてください。 GTR っていう車は毎年毎年進化を遂げていて、僕が持ってる2007年以来、すごい勢いで進化をしてるんですよね。Please enjoy.2000の GTR よりも随分おしゃれに、結構贅沢なモデルチェンジですね。すごくフラットに走る。今はドライブトレーンも、サスペンションも ESC も全部効いてる状態ですね。ノーマルの状態です。ここで一回走り出してみよう。70ぐらい出ましたけど、矢のようにまっすぐ走る。僕が想像していたよりも GTR ニスモって足がしなやかで、一般道あるいは高速道路アウトバーンを走っていても、特に乗り心地が悪いとかそういうことは感じないんですよね。のニュルブルクリンクってすごく綺麗だよね。ドライバーの気分次第で全く性格が豹変すると思いますね。リラックスして走ろうと思えばリラックスして走れるし、でスイッチが入った瞬間にものすごく凶暴なモンスターに一瞬にして変わる。ドーベルマンというか、筋肉質のね、すごくアスリートのような、そういう感じが乗っていて伝わってきますね。僕はスポーツカー、レーシングカーが好きなんで、この R モードがお気に入りですね。この状態が多分この車の一番いい状態なんじゃないかなって気がする。切り始めから車が動き出す、全く遅れがなくてね。こういうよくできたスポーツカーで走れるっていうのはね、それだけで本当に幸せですね。で、今のグランツーリスモには2017年モデルの GTR とそれから GTR ニスモ両方入ってるんですね。でそれぞれのパフォーマンスは、実際の車と全く同じパフォーマンスで入ってます。今回2台の車を、たっぷり乗り比べることができて、すごくハッピーです。でまだこの車借りてるんでね。でこの週末ニュルブルクリンクではツーリストの時間がたっぷりあります。だ好きなだけニュルブルクリンクを走れるので、もうしばらくこの GTR をこのドイツで楽しみたいと思います。